国防の本義とその強化の提唱とは1934年10月に陸軍省新聞班が発行したパンフレット B6 版56ページ約60万部を刊行。このパンフレットは陸軍パンフレットと称されこれをめぐる騒動は陸軍パンフレット事件と言われている原案はいずれも東京帝国大学への派遣学生であった池田住久 司法領にらによって作成され、鈴木定一班長、根本博士班長を中心とした新聞班の検討を経た後、永田鉄山軍務局長の承認、林千十郎陸軍大臣の決裁を得て発行された。内容は北一機の日本改造法案大綱をより具体化したようなものであった。同パンフレットの内容は陸軍主導による社会主義国家創立、 計画経済採用の提唱であったため多くの論理を呼んだ。軍事ファシズム体制を主張するものであった。作成に関与したのは統制派に属する将校たちだったが、当時対立していた行動派も表立っては反対しなかった。行動派は行き過ぎた。管理経済は共産主義的であるとして反対していたが、軍国主義体制の樹立については異論はなかった。 政党政治家は強い反対を唱え、議会では陸軍大臣が追及されたが、国民の一部のみが経済上の利益特に不労所得を共有し、国民の大部が途端の苦しみを舐め、述べては階級的対立を生ずるごとき事実ありとせば、一般国策上はもちろん国防上の見地よりして、感化しえざる問題であるといった見地に立った、統制経済の提唱に対しては、 革新系の中野聖豪や赤松勝丸は3位を表明し、中でも社会大衆党の初期長、麻生久氏はパンフレットに沿って進まないものは社会改革活動の落語者であるとの熱烈な賛辞を送った。批判は美野部達吉らからも起こり、雑誌中央公論11月号は陸軍国策の総批判という特集を組んだ。美野部は 陸軍発表の国防論を読むという論文で国家規定の方針を無視し、真に挙国一致の性をもむきにも違反すと批判した。見述べは陸軍の演佐を受け、すぐに天皇機関説問題として求断されることとなった。同冊誌には刊末に姿勢はがきが添付され、意見を書いて陸軍省に送付できるようになっており、意見を国民に提起して、 ミニを問うという一種のパブリックコメントの形態を取っており、当時の政府、政党としては異例、斬新であったために注目を集めた。実際、ハガキ等で送付された意見は国防の本義とその強化の提唱に対する評論集として翌年出版された。陸軍は1931年9月の満州事変以降、 その正当性を国民に宣伝するために1931年には18種、1932年には37種、1933年には33種のパンフレットを発行している。しかし、国防の本意とその強化の提唱は、軍部が初めて思想、経済問題に言及し、しかも政治介入を公然と表明した点が大きな、相違点である。 陸軍はこのパンフレットの発行を前に各新聞社に大々的な報道を要請していたため大きな反響を生んだ。この時、朝日新聞は掲載をしなかったため陸軍から呼び出されたが10月6日の社説で啓蒙的価値ありと指示を表明した。毎日新聞は10月7日の社説でパンフレットに直接の言及はなかったが軍事費の膨張は仕方ないこと。 異んなどあるはずがないと、軍への賛同を示した。東京百年史編集委員会、東京百年史、第五巻、行政、1979年、257ページ。ありがとうございます。